日本の馬場馬術競技の最高峰、全日本馬場馬術選手権。日本のトップレベルの馬場馬術選手が全国から集まります。去年念願の初優勝を果たした人馬がいます。2022年全日本馬場馬術選手権優勝人馬、長谷川雄介選手とジンガーノースサイドです。今回私たちは長谷川さんとジンガー、そして長谷川さんが代表を務めるエフォートステーブルのチームに密着しました。御殿場市馬術スポーツセンター。3日間にわたって行われる全日本馬場馬術大会、私たちは大会2日目と3日目にお邪魔しました。僕はいいんですよ。いいんですか。こんにちは。おとなしい。長谷川さんとコンビを組むジンガーノースサイドはオランダ産の KWPN、 現在19歳、今年で引退が決まっています。長谷川さんとジンガーのコンビでの競技会出場は今大会で最後となります。全日本馬場馬術選手権は大会1日目の予選と3日目の決勝の合計点で争われる競技です。予選を終え、現在4位につけている長谷川さん。予選での演技について語ってくださいました。2回目の身長林もそうです。ブレイクしますし、あとは波足が林になって、波足が、はい、もう波足あれ係数2なんで、で保護とも係数2ですし、まあ、あれ全部、まあ、いつも通り成功したら、悪くなかった。ただもう大気馬場からそういう状態じゃなかったから、うん、何年も乗って安心してるから、出番25分前って決めてるんですよ、うん、それ以上やらないみたいな。やらないです。やっても意味ない。だから今回にとってはもうちょっとやった方が良かったかなと思いましたけど、ただその後の祭りなんで、そのピアフェパッサージュ区間とかね、めちゃくちゃ 7ついてます、うん、よかったっすけど、もっといい、うん、もっとこうコンビネーションのいいところはあるんですけど、やっぱ年齢もあるし、やっぱ馬自体がもう楽しくなくなってきてるかなって思っちゃいましたね。でもまあもうもらえるだけもらってるんで、いろいろだから彼にこれ以上もっとなんかしろとは思わないかな。去年のフリーなんかハーフパスの区間とか結構ね、うん、はい、ついてたじゃないですか、はい、あの区間も今年もうフリーに、はい、別の演目にしようと思ったんですけど、勝つためにあの演目にしたんで、あれ以上の難度を入れることはもう無理だし、同じですか。同じにしました。あれ以上の難度を入れるのはもう無意味なんで、あれをちゃんとノーミスで決めて、去年の優勝者らしく最後決めて終わりたいっすね、うん、これは去年のね本物が持ってますか。僕が取らしたみたいになっちゃう。そういうの求めてます。そういうの求めてます。昨日も予選1位だったらね、こんなことできます。4位ですか、しっかり。去年も4位から。そうなんだ。そういえばオーナーさんなんです。あ、ジンガー、はじめまして。最強、最高の馬です。最高の馬です。ジンガー休んでるから、ちょっとジンガー軽くだけ見せていただいてもいいですか。あ、いいです。明日の出番に備えてジンガーに乗る長谷川さん、練習を見学させていただきました。どうが嫌なのかな。そうかな。ビューティフォルトラディションですね。
ますね。ちょっと緊張しちゃってるんで。実力はもう。昨日より前動く感じですか？昨日より出る感じですか？もちろん前に出るんですけど、緊張しちゃってるんで、今はトレーニングなんで、もちろんやるんですけど、競技の時にあの硬くてボコボコしてる馬場で、あんだけ動かすと、それこそまたイレギュラーしちゃうから、もうちょっとスローにして、っていうなんか、戦略が必要です、こっちの馬場だ。こっちだとまだいいんですよ、ちょっとふかっとして。ついてくれれば別になんか突っ走るとかするのよ。別に本当寂しがってるだけなんで。これさえ良くなれば。私たちが長谷川さんと知り合ったのは去年のこと。おさむと鍋の鍋さんがきっかけでした。2022年の7月、ホースボールのロケに千葉県に行った時、鍋さんから連絡が来まして、まあ、せっかくこっちまで来たんだからおいでよみたいな話、まあ、鍋さんに飲み会の場をセッティングしてもらってお店に行ったら先にいらっしゃって、まあ、ビビりましたよね。存じ上げてはいたので本物に会えるとはみたいな。長谷川さんが興味持ってたのはうちのその動画作りに対してだったんですけど、あとは本当に乗馬業界、馬業界の将来未来みたいな話だったりとか、業界全体としてもっとこういう動きがあった方がいいねみたいな話もしましたね。このババ馬術っていう競技が すごく好きだみたいな話はしてましたね。それは一番印象に残ってるかなと思います。すごい熱い人だなとは思いましたね。情熱がすごいある。大会3日目、全日本ババ馬術選手権決勝です。この試合で引退するジンガー、長谷川さんとの最後の準備運動が始まりました。競技馬場に移動する長谷川さんとジンガー、いよいよ本番です。
しいですね。ちょっともうお疲れ様です。もう限界ですね。今頑張った。もう最後は後ろ効かないもんね。頑張って十分。もうもっと乗せるかと思ったけど、よかった。みんなで写真撮りますか。この時撮った写真がこちら。ジンガーの引退ということもあり、涙涙の記念写真となりました。もうよかった。お疲れ様です。ちょっと引退なんでみんな暗い感じなんですけど、あの出来は悪くなかったんで、コンビネーションでだけって感じ。馬の状態とかパワーはやっぱり去年よりおととしよりちょっとずつパワーが下がって、コンビネーションだけ去年よりいい、それでギリギリできたっていう感じです。対決はちょっと怪しかった。小言がちょっと対決はね、そういつもはね、あの失敗したまま終わらせてそのまま入るの。もう最後に成功させたところで、それは俺のエゴだから。俺1回しかやんないんですよ、練習。いつも小言とか2個ごととか。で、逆に突然やったらそのクイズみたいな感じで。今回はね、ちょっとやっぱちょっと不安だった。もうパワーが残ってないなって感じだった。3日目だからとか、単純にこう馬のこのピークのパワーがあんまりないな。だからもう一回やったら最後ね、ある程度成功したからいいけど、ジグザグの駆け足、本当にパワーあってピークの時だったら最後まで行って、あっこの方が点数もらえるから。だけどだんだん行けなくなってきて、中途半端のところで終わりも偶角のすごい手前になって、ああいうところが抑えると今度最初の入場の時下出してたし、もう馬がこう前バランスに、ここで走れるパワーが年々ないんだ。だからちょっとこういきなりプッシュしたらイレギュラーしてるんです。もうちょっとこうやりたいんだけど、下出すのやだ。途中から出てなかったからいいけど、嫌だなと思いながら、もう頭フル回転で、だから駆け足で伸ばしてから詰めるのも、もうパワーがないから詰まるまでに時間かかって、拉致際になっちゃって、フィルエットもうちょっとこっちの手前でやって、小さく回りたかったけど、なんかちょっと2周目ふわっと大きくなっちゃったりとか、この不安さがこう経路に出てる。気使っちゃったなみたいな。仕方ないけど、だそういう細かいところで、去年70だったけど届かないかな。まあでもね、十分も頭フル回転でベストを尽くしたからもう大丈夫。引退まで自分一人で乗ったのって僕は初めてなんで、始まる前の方に感動しました。感動っていうかね、最後かみたいな。なかなかこういうなんかもう初手でこれもう絶対俺タワーみたいな、もうこの馬しか乗ってないんで、行った時にもうこの馬次見なかったから、最初ピアフェできなかったで売れ残ってる馬だったから、いろんな人が買いに来てピアフェできない、ピアフェだけできないって、トレーナーの手も 58% 取ったり 67% 取ったり、こう結構波のあるタイプの馬だったけど、まあいい時に乗せてもらったか分かんないですけど、すごいいい感じ。たまたまね、いいご縁で変えましたけど、次こんな馬にいつ出会うか本当にわからない。一生懸命頑張ったんですけどね、うん、正式な順位が発表され、長谷川さんとジンガーは4位という結果でした。馬に乗って表彰式に参加できる乗馬表彰は3位まで。引退するジンガーのためにも乗馬表彰で表彰式に出たがっていた長谷川さん。悔しさを胸に表彰式に向かいます。最後の選手の
始終悔しそうな表情が印象的だった長谷川さん。今大会を振り返って、そして次のシーズンに向けての抱負を語ってくださいました。お疲れ様でした。まあ去年優勝されて、はい、今年連覇っていうのは考えてたと思うんですけど、馬にとっては今年で引退ということでしたけど、どういう気持ちで見込まれたのか。もう寂しいなってだけでしたね、最初は。だけど乗って向こうに行ったら、ちょっとずつスイッチ入ってきて、僕も変な終わり方したくないなと思ったんで、ジンガーの調子自体はやっぱあまり良くないって感じと、やっぱね、こう年齢をちょっと感じた、ちょっと後ろの辛さを感じたから、この3日間の辛さじゃなくて、根本的にちょっとパワーがやっぱ少なくなってきてるなっていうのをより感じた最終日だったんで、まあそれでもね、まあ、やりきろうと。調子悪いからって投げないで、去年の優勝者らしく最後までやりきろうってだけでしたね。今日待機馬場の感じは、まあ、正直言ってあんまり良くなかった。馬がもうどの前のめりになりたくて、こうバランスを後ろに持ってくるのに必死。まあそれは経路の中でも一緒だったんですけど、ただやっぱ中入った時の方がまだマシでしたね。セルキャレッジもあんまりできるような状況じゃない。もう年齢も来年20ですし、まあそれ感じながらも本当最後まで本当大きなミスなく、とにかく完璧に、まあ去年と一緒ですね、現状での完璧目指してやりました。だから悪くなかったですね、内容全然悪くないです、うん。表彰式ではじっとウィニングランを見てる姿って、ああもう本当悔しいだけ。なんか僕が去年あそこにいたなんて想像できない。今まで1年の集大成なんで、まあ、いろんなプレッシャーとか、まあ、関係者の、まあ、応援の気持ちとか、まあ、全部受けるとなんとか 100% でやりたいんですけど、それができなくてこうあそこに立ってる。とにかく来年はまたあそこに戻りたいなっていう。ちょっと気は早いのか、ちょっと焦らせちゃうかもしれないですけど、次のシーズンという話、うん、もうこれやってる人だったら全然本当わかると思うんですけど、インターからこうグランプリってもう全然話が違うって感じてて、今まで4年間こうジンガーで培ったこのグランプリでのコンビネーションの構築であったり、やってきたものを来年に生かして参加し続けたいなと思いますよね。グランプリ、まあ全日本選手権、まあそのためにちょっと活動はしてるんで、必ず来年も参加してまたチャレンジしたいなと思います。チームに帯同させていただいて、とんでもないです。もうなんかいいの取れたかなって心配です。全然もう僕も若干もらい泣きしてたんで。どこで、いや停止のところが一番僕は来ました。あ、最後かな、うん、終わりなんだなって。終わりなんだなってもそうだし、なんかどういう思いで最後ピアッフェしてるのかな。うん、まあやっぱやっててどうしようもないこの衰え、うん、っていうものをやっぱ乗ってて感じたし、ベストは尽くしたんですけど、もうちょっとこうトップフォームのところでもう何年かやりたかったなっていう気持ちがやっぱ真っ先に出ました。なんかこう感動とかする暇なかったなって、ただただ残念、もう終わっちゃったんだなみたいな。規定も振るわなかったんで、もうちょっと規定でいつも通りの力出せたら全然違った結果もうちょっとあったかもしれないですけど、僕は終わった後よりも始まる前の方がやっぱちょっとグッと、馬走の終わって歩いていくときとか、あ、これで最後なんだなと思ったら、そう、涙ちょっと出ますよね。まあ、後ろ向きだったんでみんな見えてないと思うんですけど、でもほら、もう待機馬場入るんで恥ずかしいんで、感情的になってる場合じゃないなと思って、もうお客さんたち喜んでくれたんで、みんな一番良かったって言って、ジャッジの人も一番つけてくれた人も中にいたんで、だから、まあ、そんな悲観してないですね。やっぱ、僕とジンガーの演技ができたかなっていう感じですね。いや悔しい。悔しいです。総括するなら悔しい、はい、多分寂しさはもっとこれからどんどん出てくると思います。そうです、はい、暗いですね。いやいや、あでもリアルが大事。でもこれ YouTube 上げるんですか。上げます。マジで、はい、でもこんなに手が合うまで引退まで自分一人で乗った馬って、うん、まあいなかったんで、まあ、来年ももちろんグランプリ参加したいと思ってるんですけど、これほどこう自信持って臨める馬が今後出てくるのかなって思ってます。まあそれはもう神のみぞ知るなんで、あとはね自分の調教してってトレーニングしてってそういう馬にしていかないといけないですけどね、どんな馬でも。まあこれ生かしてまた来年頑張ります、はい、面白かったですか。いや面白かったです本当に、うん、
なんかやっぱ違いますよね。使いますね、全然雰囲気が違います。やっぱ演技だけ見るのと、はい、ここの雰囲気からどんな気持ちでこう向かってるのかとか、はい、みんな多分同じような気持ち で、ね、それぞれのチームにストーリーがあるというか、そう、だからそれは感じました。そう、素晴らしいですよね。僕はこの競技大好きなんで、日本国内だけじゃなくて外国の競技もどんどん参加していく予定なんで、まあ、今日悔しかったですけど、まあ、でもベスト尽くしたんで、もう、はい、もう本当何度も言いますけど、もうベストは尽くしたんで、もうあのもう何ももうないです。もう悔しい、もうそれは当たり前ですよ。順位が1位じゃないかったからね、それだけですね。皆さんまた来てください。はい、行きます。来年乗馬表彰ちゃんと取れるように、こっからの、こっからの取ってもらえるように頑張ります、はい、期待しています。楽しみです。こんな長回しどうやって編集するんですか。全然大丈夫です。3日間にわたる大会が終了しました。馬を馬運車に積み込み、チームは茨城へ帰ります。エフォートステーブルのチームの皆様、そして長谷川さん、密着させていただきありがとうございました。そして本当にお疲れ様でした。最後まで見ていただきありがとうございました。もしこの動画が面白かった、ジンガー頑張ったね、お疲れ様と思ったら、ぜひいいねお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。